お化けのロスト実況プレイ始めていきたいと思います。完成版が出たみたいなので10月5日7時に出たらしいのでやっていきます。こっからかな。デモ版だとここでロッソが記憶っつうか意識なくなっちゃって、俺を一人にしないでくれよって終わったんだよね。こっから続くってことかな。あ、続いてる。もし私の仮定が正しければメモしておこうかしら。ペンと紙どこにやったかしら。キャッ。あー、誰だ、可愛い子が現れた。ごめんなさい先生。大丈夫、コップ落としちゃった。今片付けるからそこで待っててください。誰だ。ひなたはやらなくていい、私が全部やるですって。ひなたちゃんか。やっぱり赤羽先生はお優しいんですね。そうやっていつも私たちのこと気にかけてくれるんですか。でも弁償くらいはさせてくださいね。私の方がなんだか申し訳ないですもん。まあね、ガラスとか割れた時は危ないもんね。私のことすごく順調ですよ。私もお腹の子も、子供いいんだ。彼すごく喜んでました。彼ったらお腹の子の名前も決めてるんですよ。全くせっかちなんですか。だけどしばらく探偵の仕事はできなくなっちゃうから、リョクのことは悲しませちゃうわね。ずっと私たち3人で仕事するのをとても楽しんでたもの。でも今の旦那との結婚が決まった時もすごく喜んでくれたから、もしかしたら今回も嬉し泣きしちゃうかも。私たちまるで本当の家族みたいよね、昔から。ひなたがピスなのかな。だからこそ村雨先生の仇は私たちで打たなきゃですよね。この子が生まれる前にきちんと私たちの手で犯人を捕まえてみせるわ。死ぬじゃん。でも実はね先生、私いい感じのところまで来てる気がするの。まだ確証は持てないし、荒い推理もたくさんあるけど、あと少し何かあれば確実になるはずなの。だからもう少し待ってて先生。私はきっと先生の役に立ってみせるわ。不穏だ。ああ、ペス。今のはまた例の。ロッソ、無事なのか。ペス。ああ。びっくりさせちまったよな。寝起きにごめんな。それは大丈夫。ただペスが自分の部屋にいたことにびっくりして。ああ、それは。なんとなくお前が心配だったっつうか、何も。赤羽のことを聞けなかったのに、あんなこと初めてで不安で。ああ、でも掲示板見たんだよな、みんなに会う前に。なんかほっといたらやべえことになるかもって思って。そういうこと？自分のこと心配してくれたんだ。いや、ちげえよ、調子乗んな。あのままほっといて早く帰れなかったら、めんどくせえなって思っただけだし。さっき自分で心配だったって言ってたくせに。めんどくさい人。でもありがとう。ペスはいつも通りでちょっと安心したよ。マリネちょっとやばいもんな。ロッソって笑うのか。私今まで一回も笑ってなかった、まさか。なんだよ今度は。その、意識が飛んだ原因の話なんだけどさ。あのね、ペス実はあの時。火災事件の新聞記事とそこに載ってた赤羽のコメント。多分それを見たせいで昨日も意識が飛んだんだと思う。仕事が終わったら二人にも見てもらうつもりでいたんだけど。まああんなことになっちまってたらそりゃ言い出せないわな。とりあえずあの火災のこととお前が昨日見た夢のこと忘れないようにメモしておこうぜ。そうだね。そうしておくよ。翡翠荘火災事件、それと村雨教授と。本当ならお前のこと早く調べてやりたいんだけどな。いかんせんマリネがな。実はさ、俺もあれからまだマリネのやつと会話してねえんだよな。会話できんよあんな。怖すぎて会話できないよ。お前連れて拠点に戻った時、あいつが自分の部屋に入っていくのは見えたんだ。でもやっぱ話しかけづらくて、多分あの様子だとまだ神様とも話してねえんじゃねえのかな。そうだったんだ。でも俺たちがやってることって趣味とかじゃなくて仕事なんでしょ。神様的には仕事がなくなったみたいな状態になるから、結構厳罰みたいなのされたりすんじゃねえのかな。やっぱ俺のせいだよな、マリネがあんなことになったのって。いやお前のせいじゃないよ。まあ確かにきっかけは与えたかもしんないけど、もともとああいう風に思ってたんならもういつかはああなってたってことだもんね。確かにあいつは元から行かれてたのかもしれないけど、でも決定打になったのは俺の発言だ。
それともおかしいのは俺か、マリネのあの考えが普通で俺の方がイカれたやつなのか、マリネみたいにああやって割り切っちゃった方が正しかったりするのか。割り切ってないだろあれは。だとしたら俺は、あなたなんてことしてくれたんですか。神様怒ってる。神様だ。もしかしてマリネのことか。神様があんな風になってるの初めて聞いたかもしれねえ。ちょっと様子見に行こうぜ。そうだね。じゃあこっからその完成版みたいのが始まるのかな。前回までのセーブデータは消していいのかな。心配だな。なんだ、やっぱ神も怒るのか。さすがにこの状況ね、願いを叶えずに。 あなたそれじゃただの虐殺でしょ。そうだよね。なんでそんなこと今まで一度たりともしなかったじゃないですか。確かに今まではそうですね。でも僕気づいちゃったんですよ。ペス君が気づかせてくれたんです。だから僕はこの方法でやっていこうと思うんです。ペスの名前出すなよ。そんなこと私が納得すると思うんですか。私はだって、マリネ君ちょっと、いや神様にあんま権限ないの。ペス君、ロッソ君もよかった、ちゃんとここにいたんだね。マリネ大丈夫かい。気分でも悪いの。気分悪いよそりゃ。悪いよ、最悪だぜ。全部お前のせいでな。やっぱりそっか。何も怖がる必要なんてないのに。認めちゃった方が楽なこと、僕と一緒になった方がいいこと、君の頭では分かってるはずでしょ。いや絶対違うだろ。結論は急がなくていいよ。でも僕は君と一緒にこれからもお仕事がしたいからね。じゃあまた後で。いや怖い、この人。笑顔のサイコパスが一番怖いんだから世界で。俺マリネのことあんなに不気味で怖いって思ったの初めてだ。いやそりゃ今までのマリネのこと知ってれば知ってるほど今のいびつさが怖く感じるよね。いつもの優しい笑顔のはずなのに、何を考えてるのか、俺をどうしたいのかちっとも読めねえんだ。どうしよう、俺も何もわかんねえよ。です。いや俺もわかんねえよ。一旦神様のところ行こう。神様と話したら少しは落ち着けるんじゃないかな。そうだな、ありがとう。俺テンパってたかも。一旦神様とゆっくり話がしたいぜ。いや神様もテンパってるって絶対。いやどんな表情よペス。どんな表情。マリネの部屋はさすがにきついよな。ドアに耳を澄ますと何かをガタガタ揺らすような音が聞こえる。怖っ。何してんの。神様。神はあの状況とか見てたりはしないの。ロッソさん、それにペス君も、おはようございます。あのマリネは、把握しております。昨日の対象者のことも。私も混乱しています。マリネ君があんなことするなんて全く思わなくて。願いを叶えたら人間たちはさらにその先を求めて不幸になる一理ある考えではありますが、だからといってあのようなことをしたら彼らの未練は色濃く残り、新たなゴーストを生み出す可能性も。あのさ神様、その考えを初めに言い出したのは俺なんだ。願いを叶えること自体が不幸を招くって、だからどうしたらいいんだろうって言っちゃったのは俺なんだよ。そしたらマリネが、だったら初めから願いなんか叶えなければいいって。だから全部俺のせいなんだ。俺があんなこと言わなきゃ。いやーまあむずいなこれ。いつだって俺はそうだ。余計なことをしてそれでいろんなやつを不幸にしちまうんだ。あの時だって。ペス君落ち着いてください。あなたがそんなに自分を責める必要はありません。今日のお仕事はお休みにしましょう。ペス君は今日一日楽に過ごしてください。マリネ君のことは私に任せてください。何か彼のことどうにかできないか私の方で模索してみます。ロッソさん、少しお手数をかけますが、どうかペス君のそばに行ってあげていただけませんか。彼にとってマリネ君は一番の相棒だったので、きっと精神的に辛いでしょうし。もちろんです、任せてください。ありがとうございます。とても助かります。マリネ君のこと、何かいい案がないか少し考えておきますね。ペス君のことはよろしくお願いします。いや、心配だよ。大丈夫か、ペス。ロッソ、俺今すごく心が痛い。いろんな気持ちがぐちゃぐちゃで、もう何が何だか分かんねえんだ。ペス、たくさん人の死を見た俺なんかに、雪乃のことかわいそうに思う資格なんてあんのかな。マリネのこと怖いって思ったけど、
人間たちから見たら俺もああ見えちまってるのかな。こんな風に悩んでる俺の方がマリネより偽善者で立ちが悪くてずっと最低なやつじゃないのか。いや考えすぎだろ。誰に評価されたくてその考えになってんだよ。もう悩むのはうんざりなんだ。いっそ俺もマリネの言う通りになっちまえば。ペス、落ち着いてよ。ペス、ペスは偽善者なんかじゃない。人の気持ちがわかる素敵な人だよ。自分を殺す必要なんてない。ペスはありのままでいたらいいの。だってペスは何も悪くないんだから。ロッソ、でも俺は。ねえペス、こんなこと今言うのはおかしいかもしれないけど、自分はペスのこともっと知りたいんだ。は？ペスを見てて思ったの。ペスはずっと何かに縛られてるんだって。マリネのことで雪乃さんのことで悩んで苦しんでいるのは、いやそもそも仕事をサボりがちなのもそのせいなのかもしれない。分析してる。ごめん、自分はまだまだ新入りだし、マリネや神様に比べたら全然信頼できないのは分かってる。でも自分もペスの仕事仲間として何か支えになってあげたい。お願い、ペスのこともっと教えて。俺の部屋。え？俺の部屋の鍵開けといてやる。話が聞きたいなら入ってこい。お前が言い出したんだからな。逃げんなよ。怖。行くけど。大丈夫？みんなバラバラになっちゃうよ。行くしかないよね。行くしかないな。自爆霊か。自爆霊について。自爆霊はゴーストの一種であるものの、前章で紹介した一般的なゴーストたちとは特徴も仕様も扱いの方法も異なる。彼らは眼球のあるべき場所にぽっかりと黒い穴が開き、体の至るところから黒い液体を流しているという外見上の特徴から、ここは自爆霊。また彼らは強大な霊的な力を持っており、扱いを間違えればこちら側が消滅する可能性も大いにあり得る。この大きすぎる霊力は生前に経験した出来事により生まれた、ある特定の事象に対する執着が生み出したものとされている。あ、じゃあ雪乃ちゃん自爆霊になっちゃうのか。雪乃ちゃんパートをもう一回やることになるのかな。ただ一概に危険なものとは言えず、彼らは対話による鎮圧を行うことで普通のゴーストと同じように扱うことができるようになる。ただし鎮圧を一度行ったとしても、何かしらの原因で再度自爆霊として開花する恐れがあるため注意されたし。自爆霊はだいぶ厄介だな。まあ一応鍵がかかってる。いやでも実際さ、神様が果物ナイフなくさなければこんなことになんなかったかも。いやなってたな、マリネは。絶対にいつかはなってたのが今なっただけだもんね。さあ行くか。ペース、入るよ。ペース来たよ。もう鍵は開いてる。勝手に入ってきていいぞ。分かった、お邪魔します。何何何があんのお前の部屋には。普通の部屋じゃん全然。ようこそ俺の部屋へ。まあ実は俺の部屋、お前の部屋と大して変わりはないんだがな。なんか桶とか酒みたいのあるな。初めから神経臭い話をするのもなんかあれだな。気になるものがあったら見ていいぜ。お前が満足したら俺に話しかけてくれよ。ゲーム的なこと言うわね。何これ、タバスコの瓶だ。あ、本当に。やっぱりそれがねえと何も始まらねえよな。どうだ、お前は一本飲むか。え、何、タバスコ飲んでんの。え、遠慮しとく。え、タバスコ飲んでんの。狂ってんな、お前。桶の中に水がたっぷり入ってる。それは水槽の代わりだ。ガラスの水槽はちょっと危ないからな。いつかそこで生きた魚を飼うのが夢なんだ。あ、なんか言ってたか。絶対叶わないのは分かってるけど、夢見る分ならタダだしいいだろ。そうか、この空間は生きてるものは止まっちゃうんだもんね。本棚には子供向けの魚の本がぎっしり詰まってる。それは俺の宝物だ。神様に頼んでいろいろ揃えてもらったんだぜ。上の段は海の魚で、真ん中のその辺からは川の魚の本だったか。確か空想上の魚の本もどっかにしまったはずだぜ。ペース本当に魚好きなんだね。あ、語りすぎた、悪い。いやそんなことないよ、お前の話を聞きたくて来てんだもん。そっかそっか。え、じゃあさ、あの時ペスが部屋に戻ってさ、自問自答してたってことなのか。俺は大丈夫みたいな。キャビネットの中にはたくさんの香辛料と魚のキーホルダーが入ってる。辛いものも魚たちも俺にとっては同じくらい大好きなものなんだ。生きてた頃は好きなものをこんなに集めることなんて夢のまた夢だったからな。まあこの辺の話は後でちゃんとしてやるよ。わかった。
真っ白な何もない空間、不気味っちゃ不気味だけど、しばらく見てりゃ慣れるもんだな。初めて来た時は意味がわからなくてマジで怖かった記憶があるさ。そういえば俺ここに来てどのくらい経ったんだろうな。数えてねえからわかんねえな。俺は子供向けの漢字ドリル勉強してる。あ、バカお前。それはあんまみんな、じゃ片付けとけ。え、俺昔読み書きができなくてさ、だから今勉強してるんだ。神様のおかげで読む方は結構できるようになったんだけど、俺にはどうしても文字が図形にしか見えなくて、どうも書くのは苦手なんだ。あー、まあ確かに俺たちがハングル語とか見ると文字に捉えるんじゃなくて本当に図形のように見えちゃうみたいな、そういう話なのか。いい年なのにこんな勉強しててなんかちょっと恥ずかしいんだよ。そんなことないだろ。大人になってからこういう勉強する方がかっこいいだろ。そうかな。自分は何も恥ずかしいことじゃないと思う。昔できなかったことを今頑張って努力してるってなかなかすごいことじゃないかな。まあね、大人になればなるほどさ、勉強ってもう必要ないのかなって思うけど、その中でも勉強の必要性見出して勉強してるのはすごいことだと思いますよ。そうか、そういう考え方もあるのか。マリネはさ、めちゃくちゃ字が綺麗だったから、だから俺が読み書きできないせいであいつの足引っ張っちまうのがなんとなく嫌だったのかもな。気使えるなお前。めっちゃいいやつじゃねえかよ。いや素敵だけどな。むしろその子供の時っていうか学生時代の勉強で全然頭に入ってこなかったとしても、大人になってから歴史とかのさ話とか見たら頭入ってきたりとかするもん、ね、ベッドだ。ふわふわして石鹸の香りがする。意外と。それはまあお前の部屋のと大差ないぜ。でもまあこうして暖かい布団で寝られるってのは最高の気分だよ。そういう感じじゃなかったのか、生きてた頃は。よう、もう俺の部屋は満足か。そしたらまあお前の望む通り話してやるけど。ああ、やっぱりちょっと待って、そんなに俺の部屋は面白いか。まあいいけどよ、一旦ここでセーブして、じゃあもう出てくわ。まだペスの話を聞いてない。そうだよな、聞こうか。じゃあ、もう俺の部屋は満足か。よし、それならそろそろ話してやるか。ペスの過去編か。椅子に座ったりしないの？なんか悪いな、立ちっぱなしで聞かせる感じで。あ、全然いいよ。全然問題ないよ。この漢字通りのとこに置いてある椅子に座っていいかな。ペースも話すって決めてくれて本当にありがとう。お前がありのままでいいって言ってくれたからだよ。それでちょっと落ち着けたんだ。マリネをなんとかしたいんならまずは俺がしっかりしないとだからな。まあでも気分のいい話ではねえから、そこは覚悟しとけよ。俺は今でこそペスっていう名前だけど、本当は生きてた頃の名前は春って言ったんだ。あ、春なんだ。あ、じゃあ違うのか。あ、子供なのか。あの時の俺には家も金もなかった。その日を生きていくのが精一杯だった。じゃあ別にロッソちゃんと関係がある二人とかではなかったのか。友達はおろか父親も母親もいねえ、いわゆるホームレスの孤児ってやつさ。いたのは年の離れた妹一人だけ。妹の顔も名前も何も思い出せねえ。覚えてんのはあいつは体が弱くていつも具合が悪そうにしてたことくらいだ。でも俺の大事な妹だった。だって俺にとってただ一人の家族だから。俺は妹のために毎日頑張った。ボロ雑巾みたいに働いて、カスみたいな金額の給料をもらって、人には言えない仕事もやった。辛くてなんで俺がって思うこともあった。でも妹のためだと思えば、どんなに苦しくて汚い仕事でもやっていけるような気がしたんだ。確かあれは俺が14の頃だ。俺がいつもやってた仕事には一人お得意様のおっさんがいたんだけどさ、あの日の仕事の後、そいつが俺にプレゼントがあるって言ったんだ。あ、水族館のチケット。渡されたのは2枚の紙切れ。字が読めない俺はそれが何なのか初めは何もわからなかった。俺がその紙を見てたら、おっさんは俺に教えてくれた。それは水族館のチケットだって。俺が住んでた町の小さな水族館のな。何かの検証で当たったらしいけど、自分には行く時間がないからって。もしよかったらこのチケットで妹さんと一緒に行ってきたらどうだって言われた。そもそも水族館を知らなかった俺は、どうせもらうならパンが良かったななんて心のどこかで思いながらそれをもらった。俺が仕事から帰って妹にそれを伝えたら、目を輝かせて行ってみたいって言った。売ったら金になるかなとか考えたけど、妹がこんなに楽しそうにしてるならそんなことも言ってらんねえよな。
だからその日の翌日、俺はもらったチケットを握りしめて妹と水族館に行ったんだ。そしたら最高の思い出になったのか。その日は確か平日で人もそんなにいなかった記憶がある。ボロボロの子供2人が見た目に合わないカラフルなチケットを握りしめてる姿は、どうやら相当物珍しかったらしいが、まあそいつらは何も言わず通してくれた。何もわからずに立ち尽くしているとウキウキでさっさと先に入っていた妹が手をブンブンと振って戻ってきた。すごいものがあるって俺の手を掴んでグイグイと引っ張っていった。妹に惹かれるがままたどり着いた場所で俺は初めて見たんだ。色とりどりの魚たちが水槽の中を泳いでる姿。お寿司みたいに見えちゃうな。頭をぶん殴られた気分だった。めちゃくちゃこれがマグロの寿司みたいに見えちゃう。この世界にはこんなにも美しくて、こんなにも心が躍るものが存在していたなんて知らなかったんだ。この世界は汚くて醜いことしかないもんだとずっと信じて疑わなかったから。でも魚たちが優雅に泳いでるのを見て、俺は完全に心を奪われちまった。多分閉館の時間までずっとそこに立ち尽くしていたと思う。その日の帰り、妹といっぱい話をした。今度はお土産も買いたいね、もっといろんなところを見てみたいねって。だから頑張ってお金を貯めてまた来よう、また綺麗な魚たちを見に行こうって妹と約束したんだ。いい話だ。その日から俺はがむしゃらに働いた。どんなに厳しい仕事でも受けるようにした。怪我する回数も病気になる回数も増えたけれど、それでもあの水槽をもう一度見るためなら。はちゃめちゃに働いたおかげで金は順調に貯まっていった。この調子で行けばまたあの水槽、魚たちを見ることができる、そう思ってた。だけど、あの日から2年くらい経った頃、妹が倒れた。妹は体が弱かったって話したよな。それで多分変な風邪をひどくこじらせちまったんだと思う。高熱を出してひどい咳をして、時には血を吐いていた。次第に飯もろくに食えなくなって、さらに妹はやつれていった。俺が必死に看病しているのにもかかわらず、妹の調子は日に日に悪くなっていく一方で、病院に行くにも薬を買うにも金が足りない。だからもうどうすることもできなかった。なんとなく心のどこかでもう助からないことは分かっていた。でも認めたくなんてなかった。俺の唯一の妹を家族を失うなんて考えたくもなかったから。もう妹が立つことすらままならなくなった時、妹は蚊の鳴くような小さなかすれた声で俺のことを呼んだ。その時妹は俺に言ったんだ。兄ちゃん、私綺麗なお魚さんがもう一度見たいってな。俺は焦った。こんな状況の妹を水族館には連れていけない、というかそもそも金がない。でもバカな俺にはあんな魚がどこにいるのか見当がつかない。だけど妹のためなら絶対に魚を見せてやろうと決めたんだ。だから俺は妹と約束した。絶対に兄ちゃんがお前のために綺麗な魚を取ってきてやるって。弱ってる妹をいつも暮らしている路地、裏路地にほったらかして、俺は綺麗な魚を求めて走り出した。魚がいる場所といったら水の中だろ。だから俺は池を探した。気が遠くなるほど探して探して、そしてなんとか池というか沼地を見つけて、おそらく立ち入り禁止って書かれていたフェンスを俺は乗り越えて、沼の中に入って足を取られて、そのまま俺は、わあそうなのか。妹があれからどうなったのか俺には知る術もない。でも多分死んだんだろうな。俺をずっと待って、そのまま溺れてる間俺ずっと後悔してたんだ。こんなことになるくらいなら妹の願いなんて聞き入れずにあいつのそばにいるべきだったって。いやーどうなんだろうね。願いを叶えてやろうとして、俺も妹も望まぬ結末をたどって、だって結局さ、分かったよ、兄ちゃんが魚を取ってってやるっていう約束せずにさ、妹のそばにいて妹が死んじゃったらさ、ああ、あの時魚を取っていればとか思ってたと思うけど、そんな風に後悔してたら気づいたら今のペースの姿になってたってわけだ。そうだったんだ。俺がマリネとはじめあまり話せなかった理由って、人見知りでも何でもなくて、本当はな、あいつがちょっとだけ怖かったからなんだ。初めて神様に仕事の内容を説明された時、俺すごく嫌だったんだ。俺は死にたくなんてなかった。俺の大事な妹だってそうだった。だからわざわざ人を殺す仕事なんてやってられるかって思ったんだ。でもあいつはマリネはこの仕事をすんなり受け入れて、俺にも同僚として接しようとして、あんなに
すっと納得できるのが意味わからなくて、それでちょっと避けてたんだ。でもちゃんと話してみたらさ、あいつは俺が思ってたようなやばいやつでは全くなくて、優等生なのになんか頼りなかったり、バカみたいに甘党だったり、暗い場所が怖いビビリだったり、なんかきっとこいつは悪いやつじゃねえんだって思えるようになったんだ。神様も神様であいつなりの思いがあってこの仕事を始めたんだなって分かってさ、だから大丈夫だって思ったんだけどな。まあこれで俺の昔話はおしまいだ。聞いてくれてありがとうなロス。俺お前に全部話してよかったって思う。そうなの？なんか昔のことを改めて話したら、春だった頃の俺自身の気持ちをいろいろ思い出してさ、自分の考えがなんとなくまとまった感じがするんだ。やっぱり俺はマリネの考えには賛同できないってな。お前ももうわかると思うけど、マリネが言った通り俺は今の方が十分幸せだ。うまい飯に温かい布団、昔じゃ到底手に入らなかったものがここでは簡単に手に入る。ああもちろんタバスコもな。だから確かにホームレスだったあの時よりはずっと恵まれてるとは思う。でもこれはあくまで俺自身の話だ。ハル、そしてペスという人間が死後の方が幸せと思ってるだけ。生きてる方が幸せだって思うやつはきっとそこら中にいっぱいいるはず。だから俺は俺自身の幸せを人には押し付けたくないんだ。なるほどね。人間もゴーストもそいつ自身が思う幸せのあり方を享受する権利があると思うから。だから俺はやっぱりマリネの今の考えには反対だ。ありがとう。お前のおかげだよロッソ。え、そんな、自分は何もしてないよ。自分はペスの話を聞きたいってねだっただけだし。それのおかげなんだよ。もしお前が俺を知りたい、俺の話は聞きたいなんて言ってくれなかったら、もしかしたら俺はマリネの考えに落ちてたかもしれねえ。まあなんか言ってたもんな、さっき。俺を思いとどまらせてくれて本当にサンキューな。え、どうする？こっからじゃあ俺マリネと話をつけてくる。いや勇気があるな。実はさ、この話をしたのお前が初めてなんだよ。お前殺されんなよ。神様には初めて出会った頃に魚を追いかけて溺死したくらいのことしか話してねえし、マリネに至っては死因のことすら話したことねえんだ。だからマリネにもこの話を全部する。それで俺の考えを知ってもらおうと思って。いやー聞いてくれる？うまくいくかはわかんねえし、本当はちょっとだけ怖いけど、でもやってみる価値はあると思うんだ。いやうまくいかなさそうだよ。いい考えだと思う。自分も一緒に手伝うよ。ペス頑張って。自分もできる限りのことはする。おや、こちらこそありがとな。よし、じゃあ早速。なんだなんだなんだ。ペス君、ロッソさん、そこにいらっしゃいますか？マリネがいなくなったのか？神様。おう、俺たちはここだぜ。一体どうしたんだ？ああ、よかった。それなら安心しました。で、そうじゃないんですよ。大変なことになったんですよ。マリネ君がいなくなってしまったんです。居づらくなったか。え、いない？あ、マリネが。つうかいないってどういうことだよ。だって現場行きの扉は神様じゃねえと開かねえんだろ。え、そのはずですか。とにかく大部屋の方に来てもらえませんか。わかった。え、何が起こってんだ。どういうことだ。拠点じゃないなら一体どこに。ロロス早く行こうぜ。俺なんか嫌な予感がする。え、何が起こんの。怖いぞ普通に。え、マリネは？鍵は？不自然なくらいに静か。え、どうなったの？一体。神様、詳しく教えてくれよ。マリネがいないってどういうことだ？おそらく脱走ですね。この拠点から逃げ出してしまったと考えられます。脱走ってどこから？現場行きの扉以外にここから外に出る方法はないだろう。あるのか。少しマリネ君の話をしなければなりませんね。ロッソさん、あなた今日の修繕した分の本読んでくださいましたか？あ、読んだ読んだ。自爆霊でしょう。あ、目は通しました。内容は自爆霊についてでしたっけ。ゴーストの中でも大きな力を持つ結構危ない種類なんですよね。その通りです。自身を生前の執着で縛りつけてるためその名がついたとされています。神様、まさかマリネが。ええ、その通りです。マリネ君は自爆霊、あなたたちよりもはるかに強大で危険なゴーストなんで。そうなの？
初めて私が彼と出会った時、彼は自爆霊として開花している状態でした。私も相当苦労しましたが、なんとか彼と対話して鎮圧することができたんです。鎮圧を行った自爆霊はもう普通のゴーストと同じように扱うことができるので、だから普段のマリネは俺たちと同じような見た目で同じように生活できてたんだな。まさしくその通りです。でも昨日のことで彼はまた自爆霊として開花しかけているのかもしれません。俺てっきり雪乃ちゃんが自爆霊になったのかと思ったら、マリネの話だったのか。あれ、実はこの拠点の窓は私の力でちょっとやそっとのことでは開かないようになっているんですよ。でも今のマリネ君はその私の封印ですら突破できるほどの状態だったのでしょう。私、自爆霊のポテンシャルを少々甘く見すぎていたのかもしれません。何やってんだよ。俺マリネのこと結構知ってるつもりだったんだ。でも本当はあいつのことを何にも知らなかったんだろう俺。いや、ピス考えすぎだよ。こうなってしまった以上、私にはどうすることもできません。拠点の扉はお仕事の時でないと開けてはいけないというルールがあるんです。だからマリネ君のことを探しに行くこともできない。どうしましょう。いや、お前がその感じで来んの。なあ、神様。ここから出ていったマリネは一体どこへ行くんだろうな。そうですね。自爆霊の根底にあるエネルギーは生前に生まれた何かしらの執着心です。もし彼が自爆霊として開花したとするなら、おそらく彼は生前に一番執着した場所に向かうんじゃないでしょうか。それって心の部屋とも言わねえか。ああ、じゃあマリネパートなの。なあ神様、お前は初めてマリネと会った時、話をしてマリネを鎮圧したんだろ。それもさ、味方によれば審判だって捉えられるんじゃね。仕事でしか扉を開けられないのなら、これを仕事にしちまえばいいだろ。神様、俺とロッソ、二人でマリネのこと審判しに行ってやる。ペス君。しかし危険すぎます。神である私でさえ彼の鎮圧にはヒヤヒヤさせられたんです。それを普通のゴーストが行うなんて、無事で帰ってこられる保証はどこにもないんですよ。いやでも普通のゴーストだけど、あいつと友達だったから俺たち。そんなこと承知の上だよ。でもさ、俺なんかマリネのことを見捨てられないんだ。あいつも結局さっきの俺みたいな感じで過去に縛られて混乱してると思って。神様、俺さ、ロッソに自分の過去のこと全部話してやったんだ。そしたらなんか自分の気持ちにスンと整理がついて落ち着くことができたんだ。俺が溺れて死んだ事実も、約束を守れなかったってことも、今となってはどうもしようがねえけど。でも俺が信頼できる人がこうしてそばにいるなら、きっと悩む必要はないって思えた。ペース。だからマリネも一緒だと思う。あいつには支えになる人間が今は必要なんだ。俺はあいつを審判して、あいつの心にある足かせを外してやりたい。その代わり俺だってあいつにはもう何も隠さねえ。俺は本当の意味でマリネの唯一無二の相棒になりたいんだ。かっけえな。だから神様頼むよ。俺たちにあいつの審判をさせてくれ。ペス君。まったくあなたって人は、いやペスかっこいいな。いいやつだ。なんとかなんの神。いや、歩き方ロボットかよ。やっぱりダメか。そりゃそうだよな。いや、まだ決めんのは早いだろ。こんなの危なすぎるのは事実だしな。いや、なんとかしてくれるって神だもん、あいつ。願いを叶えるのが神だろ。ロッソさん、これを。え？何？マリネの資料を手に入れた。すごい、仕事早、神。これ。今急いで作ったので、写真もあり合わせのものを切って貼ることしかできませんでした。でも必要最低限の情報は書いておいたつもりです。神様。わかってるんですよね。これはただのお仕事ではありません。無事に帰れるとは限らない。最悪の場合、あなたという存在自体が抹消されることもあるんですよ。わかってるよ。覚悟はしてる。でもあいつのためなら俺が動くのは当然のことだろう。そうですか。それにさ、神様、仕事嫌いの俺が初めて自分から出勤を希望したんだぜ。もう少し喜んでくれたって罰は当たんねえだろ。なんともあなたらしい答えです。お二人ともどうかご無事で、マリネ君のこと任せましたからね。じゃあマリネパートか。いや、ちょっと思ったんだよな。最終章、最終章じゃねえわ。今回のパートは
ピスの心の中覗くかマリネの心の中覗くんだろうなとは思ってた。ロッソさん、やることは同じといえど今日のお仕事は普段とは勝手が全く違う。どうか油断しないようにマリネ君は、もちろんペス君のこともよろしくお願いします。無事で帰ってきてくださいね。当たり前だ。マリネの資料。マリネ。9月17日対象者マリネ、男性14歳、見た目年齢14歳なんだ。私たちの仲間自爆霊の少年、この拠点から脱走を図り、また自爆霊として開花する恐れあり。おそらく彼が生前暮らしていた家に向かっていると思われる。審判をすることで彼の鎮圧をお願いしたい。心の部屋は2階の自分の部屋でもあるようだ。いやでも実際怖いよね。まあ、友達だけどさ、全てを知ってるわけじゃないじゃん。今からその友達の全てを見に行かなきゃなんねえってのはだいぶ怖いよね。鍵が開いてるようだ。仕事の現場に向かおうか。だって普通に今いる友達のことだってさ、全部知れてるわけじゃないもんね。お二人とも。いえ、きっと彼らなら大丈夫です。マリネ君に関してならペス君の方がよくわかっているでしょうし。ロッソさんはロッソさんでいつでも冷静にいられる方ですから、二人でならなんとかなるでしょう。おや？なんだ？手紙があんのか。机の下に紙切れ。ロッソさんか誰かが落としていってしまったのでしょうか。おや、何か書かれていますね。字が綺麗ならマリネだぞ。翡翠草？なぜ彼らがこれを。それに村雨の名前まで。ああ、ロッソのメモか。まさか赤羽は例の事件の関係者。あ、なんか動き出したな。まだ確証は持てません。彼らの話を聞くまでは何も動くことはできませんが、もし彼らが私の計画を邪魔するようであるならば。え、戦いになるの？たとえ大事な部下だとしても容赦はいたしません。この姿になろうとも私は忘れはしない。絶対に諦めなんてしませんよ。赤羽って人はこの神様の元の人と何かあったのか。ここが生前のマリネの家。いろいろ動き出したな。さすが完成版。あいつ昔こんなとこに住んでたのか。なんつかすげえな。俺には全く縁のない世界だ。でもなんか住みづらそうだな。なんか扉も窓みたいな見た目でよくわかんねえし。これなら路地裏暮らしの方が俺の性に合ってるかもな。そういうもんか。ま、でっかい家に住むのは憧れではあるよね。ま、それはどうでもいいな。早く中に入ろうぜ。マリネのこと早く何とかしないと俺たちの方が危なくなるかもしれないだろう。そうだね、行こう。そうだね。これ何？標識には桜だと書かれてる。桜だ。これがマリネの生前の名字。ああ、そっか。普通は名字って誰にでもあるものだったら。ああ、お前にはねえんだ。壺だ。なんか高そう。なんか高そう。洗濯物が干してある。洗濯物が丁寧に干されてる。薪だ。丁寧に、なんだろう、剪定されてる植物かな。入ろう。マリネパート。あ、だいぶいい家住んでんな、本当に。あれ、中は思ったよりそんなに広くないな。いや、違うな。これは多分いろんな部屋がある感じだ。結局広いことは間違いない。そうなんだ、なんか大変そう。資料を見る感じ、あいつの心の部屋は2階の自分の部屋らしいが、多分この感じなら2階にも心の部屋以外の部屋がありそうだな。ま、昨日みたいに探索していけば詳しいことがわかると思うぜ。さあ始めるぞ。気を引き締めていけよ。